ドン。どうも、母親が佐賀出身はソモンです。よろしくお願いします。今年の目標はチャンネル登録者数年々5000人目指しておりますので、もしよろしければ高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。さあ、今回見てくるゾンビランド佐賀第3話、デッドオアライブ佐賀。違う、デッドオアライブだ。アライブじゃねえ、ライブだ。そう、第2話がさ、ヒップホップだったので、次回予告の時になんか 3D になってたから、なんやかと、まあ、楽しみなので早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。よろしくお願いします。今ね、今この動画撮ってるのが8月26日の19時54分なんだけど、明日のゾン100でどうやらこいつらが出るらしい。どういう風に出るんだろうかね。ということで、まあこれの動画も近いうちに投稿されてんじゃないですかね、わかんないけど。はい、それでは D アニメストアで再生していきます。3、2、1、スタート。ちぎれろ。あ、ひどい。ありがとうございます。ゾンビ。ナイスゾンビ。いや、ふざけすぎやろ。ゲリラライブ。書けなかったんだね。そうそうそう。ちょっ、いや、違う気がする。ダメなんじゃん。マッポとか言うな、修復じゃねえよ。いや、ぼっち。カラツ、カラツ、山田太賀、山田太賀、大丈夫かこれ。オープニング変わらんよね、大丈夫よね。テリ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 、デッドオアライブ。
マジでこれ謎すぎるんだけど、オープニングが全然本編に結びつかんだけど、ここ好き、ここ好き、本編開始。セコロシ、セコロシ、かわいいね。そんなこと言わないでよ。さくらじゃねえか、決まったなんか。うん、マジ総長、総長、特攻隊長だったわ、総長じゃねえわ。よろしく。こんなんで決まるんか。何なんだろう。それずるくない？全部漢字で、なんでペン持ってたのに。ジャンヌ・ダルク、響きはね。だからペンだろ。ねえ、はあ、何年前の話かいね。島原って、ダメよ。食うなよ。おい、おい、もうゾンビなんだけどな。山田太江だけこのままなんだよな。なんで腐るんだよ。当事者だから。笑ってごまかし、フランチェス、フランチュウェー、フランシス、嘘、そういう決まり方する。フランシス、いいんでない。おい、山田太江が決めた。
可愛くなったぞ。本人は自覚なし。くせえ。まあ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 いいでしょう。チームフランシュシュ。よろしく。山田太も返事してた。やばい、早くなってる。早くなってる。え？飛んだよ。なんで？今いい流れだったんじゃないの？どうして？なんで？あれ？ん？同じこと言ってる。あれ？あれ？え、なんで、どうして、なんで、なんで、どうして、山田太がやる気になってんだよな。ちゃんと意思疎通っていうか。一番怖いのよ。ブラックモンブランとミルクックや。ああ。
すげえ。佐賀ほのか。ビーバー。虎吉くんとか知らない？おごりますせとか。そこら辺のあれなんだけど。ゲリラ部隊だ。すげえか。唐津や。唐津だ。ゴーゴー。エゴー。え、嘘？なんでよ。唐津の前にこんな人おらんだろ。人がおりすぎるやろ。もっと少ねえぞ。始まる。 3D や。おい、おい山田隊、歌いよるやん。動いてる。マジか、飛んだか。はい、できた。すげえ、かっこよ。
山田太陽か最後。いやーようやった。ようやった。ようやった。よろしく。うわ、あの時の警官や。ゴーゴーゴー。ちゃんと佐賀ナンバーやったね。はいや。はいや。終わるんかい。山田太陽。目覚めプリ読めなかった。読めなかった。そうなんよ。元ソロと元グループなんよ。次回予告。ウォーミングデッドさ。お、やばかったな。もう一回、違う違う。まずあれを確認してんだわ。うん、曲名が分かってない。目覚め、リチューナ?なんて読むんだ?あ、でもちゃんと歌、フランシュシュに変わった。リーだろ、これ多分。チューンでいいよ。目覚めリチューナーだと思うけどな。ちょっとあのライブシーンに、ライブシーンもう一回見して。ライブシーン。
もう一回見るね。もう一回見るわ。これ山田太陽がちゃんとやってんのがすげえんだよ。ちゃんとできとるやん、お前。なんでだよな。やっぱアイドルを経験してないこの5人組でこれっていうことよね。でもやっぱ元アイドル組のこの2人口ずさむよな。ここ好き、このラップみたいな。ああ、リリーが。そうなんよな。やっぱここで止まるのがね。うん。そうなんだよ。そう。やっぱこの元アイドル組の二人は歌い続けます。ああ、でもちゃんと周りはちゃんとやりよるじゃん。山田太陽は、まあ、やっとるにカウントしようか。で、飛ぶんだよな。飛ぶんよ。不安そうに見とるやん。で、ここで入ってくるのがマジですごい。マジで良すぎる。もうマジ、今の歌詞がさ、でも完全にさ、当てはまるじゃん。良すぎる。リターナーか。リターナーだ、リターナー。このやっぱ元アイドル組のこのダンスはだいぶいいな。この慣れてる感というか経験者感が出ている。あ、そう、もうこれ、この子、この子よ。この子絶対なんかもう最終回ぐらいのライブに絶対来てくれるぞ。絶対出るぞ。約束したからね、みたいな感じのこと言ってさ、よろしくって言って絶対来るぞ、この子。コント許さん。来てほしい。これ絶対山田太陽の声よ。みたいな。ちゃんと挨拶をするっつって、でその後この駆け寄るところがとてもいい。よろしく。ええ子やな、この子。これ今の振り返ってよろしく。とてもいい。よし、警官どうしよう。いやー、とてもいい。目覚めリターナーって言うんだな。ここにリターナーだな。よし、分かった。目覚めリターナーだな。覚えた。目覚めリターナー。でもね、まだあの正確に誰が誰なんか覚えてねえんだわ。人間っていうかゾンビを、キャラクターを。さくら、ピンクの髪がさくら、
先がレディースでしょ、総長でしょ。でね、その愛と純子がね、どっちかどっちかをまだねちゃんと覚えてないんだ。夕霧は夕霧姉さんでしょ、星川リリーは星川リリーちゃんでしょ、で山田太は山田太だよ。それにしても山田太だけまだなんかなんだろうな感じなんだろうか。でもなんかちゃんとできとったね。わあすごい大きい声が出ちゃった終わり。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしておりますが、概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらにチェックもぜひ。ということで、ゾンビランドサガ第3話、デッドオアライブサガでした。ありがとうございました。ならね。